2024年になってですね、今日がまだ2回目の日曜日であります。そして、1回目と2回目の日曜日は今年の教会の年間聖句についてですねお話をしようと思ってますので、今日もですねそのことをしてまいりたいと思います。ちょっと画面にですね、今年の聖句が出るでしょうか。ちょっとですねこの御言葉を一緒に読みたいと思います。今年はですね教会を通して進められる神の働きという、表題タイトルをつけていますが、じゃあまず最初にですねコリントの手紙の方の御言葉をご一緒に読みましょう。3、はい。神に感謝します。神はキリストにあっていつも私たちを勝利の行進に連ならせ、私たちを通して至るところにキリストを知る知識の香りを放ってくださいます。もう一箇所ですね、イザヤ書の方行きましょう。3、はい。それは私の名で呼ばれるすべてのもの、私の栄光のために創造し形作り、私が作り上げたもの。アメン。先週はですねコリントの方から、キリストを知る知識の香り、もしくはキリストの香りを、私たちが放つというか、神様が私たちを通して放ってくださる。私たちは決して立派なお互いではないかもしれないけれども、しかしそういう私たちの弱さとか、を通してでも神様を頼って生きていくというその私たちの生き方を通して神様が、キリストの香りをですね放ってくださるんだっていう。そして今日はですねイザヤ書の方から話をしようとしておりますが、私たちは本当に神様の栄光のために創造されているお互いであるということですね。そのことを話したいと思います。今日は先ほどイザヤ書の43章の1節から7節というですねところを読んでいただきましたけれどもですね、この歌詞を理解するには少しですねイスラエルの歴史の物語をちょっと理解しなければいけないので、ちょっとイラストを見ていただきながらちょっと話をしたいと思います。ではですね、イラスト出してほしいと思うんですけれども、時折ですね私がメッセージで申し上げるバビロン捕囚という出来事があってですね、そのバビロン捕囚って何だろうってね、捕囚って修理をする捕囚ではなくて、捕虜として囚人として捕らえられていくってことで、捕虜の捕と囚人の囚という字で合わせて捕囚というわけですね。じゃあちょっとどんな、これ聖書に出てくる物語ですが、どんな話かちょっと見てください。ユダ王国は東方東のですね大国バビロニア王国に滅ぼされてしまいました。はい。それは、誠の神様に背き、偽りの神である偶像に対する礼拝をやめなかったからです。はい。神様は、繰り返し預言者を使わして、偶像礼拝をやめて、誠の神様に立ち返るように呼びかけましたが、イスラエルの人々は背き続けました。はい。それで、神様の裁きと懲らしめとして、ユダ王国はバビロン王国によって滅ぼされることになったのです。はい。ユダの国から多くの人々が捕虜として、とても遠いバビロンの国に連れて行かれました。これをバビロン捕囚と言います。はい。しかし神様はイスラエル人を完全に見捨てたのではなく、定めた期間が過ぎた後、バビロンを滅ぼしたペルシャの王によって、イスラエル人は解放され、国に帰ることができるようになりました。はい。多くのイスラエル人たちが希望と喜びを持って国に帰っていきました。はい。そして町や神殿を建て直して今度は神様に従って生きていこうと心に誓いました。はい、そこまでです。ちょっとですね、非常に短くですね、はしょりましたけれども、大体聖書のどこに書いてあるんですかと聞かれたら、列王記の終わりの方、歴代史の一番終わりの方、それから、エズラ記、ネヘミヤ記、そのあたりに
今日のことは書いてありますので、あ、そういう出来事があったのかと。これがバビロン捕囚ですね。で、なんでこのバビロン捕囚ということを頭にこう今ちょっと覚えていただきたいかというと、今日読んだこのイザヤ書43章というのはバビロンの国に連れて行かれて、もう完全に絶望しきっている人々がいるわけですけれども、それらのその絶望しきっている人々にですね、もう想像もしてなかったような、想像もできないような神様の救いと、また国にもう一回帰ることができるんだよって、その約束を伝えている、そういうまあ内容だからですね。ですから今日のイザヤ書43章というのは、まあこのその箇所だけ読むと一体何のことが書いてあるのかってちょっとわからないんですが、これは簡単に言うならば、いろんなことはしょって簡単に言うならば、そのバビロン捕囚で遠い国に捕虜として連れて行かれる人に希望を与える神様の約束のメッセージだということですね。それを聞いた人々はもうみんな絶望しきっています。あ、もう国が滅びた、もう帰ることはできない、もうあのボロボロに滅ぼされてしまった国を立て直すことはできないんだ、そんなふうに思っている人々に、そんなことはないと、神様はあなたたちを見捨てていない、もう一回国に帰ることができるようになる、国を再建することができるようになる、そういうことをですね、まあ、約束しているのがイザヤ書43章なんですね。今日は、また3つのポイントでですね話したいと思います。これは今説明したようにイザヤ書43章というのは、最初にその言葉を聞いたのは昔のイスラエルの人々でした。でも今私たちがこれを読むときに、ああ昔にはこういうことを神が言われたのかということで終わるんじゃなくて、それはそのまんま今の私たちに当てはめて、別に私たちは捕虜となっているわけじゃない、捕囚となっているわけじゃない、別に国が滅ぼされているわけじゃない、もちろん、ね、今能登半島の方々はそれこそね大変な本当に中にあるので、もう一回それが再建されていくってことが非常に大きな問題、大きな期待、また大きな課題であると思いますけれども、そういうこともありますけれども、私たち一人一人が必ずしもね、そういうようなことには直面していないかもしれない、個人的には。でも今日の聖書の言葉から私たちはいろんなこの神様の希望の語りかけを聞けるんですよね。私の今生活はこういう状態だ、私の生活は今こんな悩み事がある、でもここに神様はもう一回立ち直ることができる、希望を持つことができる、そういうことをおっしゃってるんだって、そんなことをですね今日の箇所から私たちそれぞれがですねこう汲み取りたい、いただきたいと思うんですね。3つのポイントでお話したいと思います。まず1つは、あなたを、私たちをですね、私のものと呼んでくださる神様がおられるということ。神様が私たちに向かって、一人一人に向かって、あなたは私のものだというふうにおっしゃってくださるということです。一節を読みます。しかし、ヤコブよ、あなたを創造された方、あなたを創造された方、イスラエルよ、あなたを形作られた方、主は今こう言われる。恐れるな。私があなたをあがなった。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。今読んだ言葉は、今申し上げたようにバビロンという国に連れて行かれてしまったイスラエルの人々に対する約束の言葉でした。でもこの時このイスラエルの人々は国を失っています。そして神様のおられる、その、まあ、臨在という言葉を使うんですが、神様の臨在の象徴であった神殿が破壊されていくのを見ました。自分たちの心の拠り所である神殿が破壊されるのを見たわけです。そしてエルサレムという町はイスラエルの人々にとっては神様が絶対守る、そういう場所だと思っていました。そのような神様の守りの都と信じられていたエルサレムから遠く遠く離されてしまったんですね。ですから単に国を失ったとか戦争に負けたとか生活の本当にこう根本が失われたとか、そういう苦しみもありますけれども、自分たちはもう神様の恵みの領域から外にいるんだと、もう神様の恵みはいただけない、神様の憐れみはいただけない、そういう場所にまで来てしまった、そんなふうに思っていたのではないかと思うんですね。イスラエルの人々が当時そのような状況になってしまったのは、もう先祖の時代から長い間
神様の律法、神様の御言葉を無視してきました。そして唯一の神様だけを礼拝するようにと言われているのに、ずっと偶像崇拝を行ってきました。そしてそのように神様に従ってこなかった結果、このようになってしまったんだということは、バビロンに連れて行かれたイスラエルの人々はよく分かっていました。受け止めていました。ああ私たちのせいだ、ああ私たちの先祖のせいだ。どんなに反省しても、どんなに後悔しても、和解できるとか、そこからもう一回回復できるという、そういう希望がなければ、もうそこには絶望しかありませんよね。まあ何か私たち過ちを犯してしまった時に、その迷惑をかけた相手がいるならば、まあ謝るということがあるわけですよね。ごめんなさいと。もちろん謝るというのは、相手が許してくれるかどうかは相手の気持ちでありましてですね、まあ許してくれなくても、まあしょうがないなっていうふうな、やっぱり覚悟は必要かもしれませんが、でも許してくれたらやっぱり嬉しいわけですよね。絶対に許されないと分かっていって謝るっていうのはなかなか辛いですね。もうそれはとにかく責任として頭下げるけれども、でも許されないっていうことが分かってて頭下げるのはなかなか辛いと思いますね。一生懸命謝れば、一生懸命謝罪すれば許してもらえるかもしれないという希望があればですね、それこそ一生懸命許して謝りますし、もう許していただけたらもう何でもします、そんなこともね言ったりするかもしれませんが、でもそういう希望がなければ、もう絶望しかないわけですね。この時のイスラエルの人々はとにかく、ああ自分たちが、ああ先祖たちが神様に背き続けたからだと、そのようなことは分かっていたわけです。今日のこの43章の一節は、しかしっていう言葉から始まるんですよ。面白いですよね。最初に読み始める言葉が、しかしっていう言葉から読み始めるのはちょっと面白いと思いますね。それはまあ、プリントには印刷してませんが、43章の前には当然42章っていうのがあるわけですよ。そして42章はそれこそイスラエルの過ちがずっと言われているわけです。こういうような神様に背き続けたからこそ、あなたたちはこういう辛い目に遭ってるんですよと。しかしここからは変わるわけです。それは神様の希望を伝えるしかしですね。今現状はこうかもしれない、そして実際に神様に背き続けたというあなたたちのこれまでの過ちのこう積み重ねあるかもしれない。しかし神様がイスラエルのそのような背きの罪を許し、もう一度神様の民として生きることができるようにしてくださる、そのように約束しているわけですね。このしかしは希望です。今の現状で絶望する必要はない。ここから神様はもう一回イスラエルを立て直そうとしているんだからと。自分たちの何度も何度もこう繰り返してしまったその反逆のゆえに、もうイスラエルの人々は私たち神様に見捨てられたと思っているわけです。でもそんな見捨てられたと思っているイスラエルに対して神様は、あなたは私のものだと、そのようにはっきりとおっしゃっているわけですね。今読んだ一節には、私はあなたをあがなったという言葉があります。あがなう、あがなったという言葉も聖書にたびたび出てくる言葉ですけれども、ちょっと難しい表現ですね。私たちはめったにあがなうなんて言葉は、日常生活では使わないと思うんですね。まあ神様は今イスラエルの人々に対して、私はあなたをあがなったと言われた。これはこの聖書の時代の出来事としては、やがてバビロン捕囚から解放されて、もう一回自分たちの国に帰ることができる、そのことを意味しています。でももともとあがなうという言葉の意味は、買い戻すという意味ですね。買い戻すという意味、例えば経済的に苦しくて、どうしてもですねお金が必要だからということで、ちょっと価値のある今持っている自分の大事なものを手放す、誰かに売ったり、もしくはですね、いわゆるその質屋というんでしょうかね、そういったところに売ってですね、そのお金を調達しなければならないということが時にあると思いますよね。でもそれはとても大事なものだから、もう一回それは、また十分にお金が準備できたら、もう一回取り戻したいというふうに思うようなものがあるわけですよね。そうすると一回売ってしまったけれども、またもう一回買い戻すということがあるわけですね。
贖うというのは買い戻すという意味です。一度他の人の他人のものになってしまったもの、他人の所有物になってしまったものをですね、これもともと私のものだからっつってですね、そう持ってきちゃうんじゃなくて、お金をちゃんと払ってですね、代価を払って、そしてそのような犠牲を払って買い戻す。神様が私たちをあがなうって言った時には、神様が犠牲を払って、そして私たちをもう一回ご自分のものに買い戻してくださるってことなんですよ。買い戻すなんて言うとあれですけど、私たちが何かお金払うわけじゃない。そうじゃなくて、イエス・キリストの十字架の犠牲がその、買い戻すために払われた代価なんですよね。そして私たちが神様から見捨てられた、そもそも私たちの方から神様から勝手に離れたに過ぎないのに、神様の方には、神様が私たちを売り払ったわけじゃないんですよ。神様いつまでも大事だと思ってですね、売るつもりもなかったものをですね、私たちの方で勝手にさまよい出てどっかに行ってしまったんだけれども、神様見つけ出して、そしてイエス様の十字架によってあがなってくださる、買い戻してくださるということです。ですからこのイザヤ書43章1節の言葉は、イエス様の十字架の犠牲によって今や私たち全ての人に向けられている約束の言葉だというふうに受け取ることができるわけです。今説明してきたように、かつてのイスラエルの人々に対して語られた言葉ですけれども、でもそれは過去に語られた名言ということではなくて、今の私たちに向けられた神様の約束なんです。私たちは決して補習ではないでしょう。しかしこの世にあって愛に満ちた誠の神様以外のものにとらわれてしまっているならば、私たちも何らかの意味で何かにとらわれているわけです。私たちが何かにとらわれているんじゃないかと考えたら、何か思い当たるものがあるかもしれませんね。しかし神様は私たちを真の意味での自由を与えようと、真の意味での自由へと解放してくださる。そして私たちを神様のものと言ってくださるわけですね。神様が私たちに向かって、あなたは私のものだと、そのように言ってくださる、そのように作り変えてくださる、そういう希望がここにはあります。私たちはまずこの神様が見捨てるんじゃなくて、どんなに私たちが離れても背いても見捨てるんじゃなくて、むしろ買い戻して、そしてあなたは私のものだと言ってくださる、その恵みを大いに喜びたいと思います。喜んでいきたいと思います。そしてこの神様のものとされていることを喜んで生きるものとして、この希望を述べ伝えるお互いでありたいと思います。一つ目は、私たちのことを私のものだとおっしゃってくださる神様がいるということです。二番目に申し上げたいことは、あなたを価値あるものとして見てくださる神様がいるということですね。私たちのことを価値ある存在として認めてくださる神様ということです。今度は四節を読みます。あなたは私の目に尊く重んじられる。私はあなたを愛するゆえに、人をあなたの代わりに、諸国の民をあなたの命の代わりに与える。これは聖書の言葉の中でも非常に有名な言葉の一つです。聖書にいろんな有名な言葉がありますけれどもですね、実際には非常に分厚い、もう何文字あるんでしょうかね、数えたこともありませんがですね、非常にたくさんの言葉がある聖書の中でも、まあ例えばベスト1とかベスト3とかベスト10とかベスト100とかあると思いますね。おそらく、まあベスト10に入るかどうかは分かりませんが、ベスト100には絶対に入る、ね、まあ、そういう言葉だと思います。他の聖書の翻訳で親しんでおる方々もたくさんおられるでしょう。例えば新改訳2017という訳ではこういうふうに訳されています。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。かつて私たちが使っていました新共同訳では、私の目にあなたは値高く尊く、私はあなたを愛している。そして今回私たちが使っている聖書協会共同訳では、あなたは私の目に尊く重んじられる、私はあなたを愛する。まあ大体同じですけれどもですね、
そのように訳されています。神様に背き続けた結果、バビロンによって国を滅ぼされて、そしてそのバビロンの国にですね、その捕らえられていって、そしてそこではお前たちは無価値な存在だという声をおそらく聞かされたわけですね。お前たちはバビロンの人々に従わなければならない、なぜならば戦争に負けたからだ、弱いからだ、あなたたちは私たちよりも低い民だからだと。またそういう経験をするとイスラエル自身もですね、非常にこう自分を悪く思うんじゃないでしょうかね。私は無価値な存在だと、神様に背き続けた無価値な存在だと、そのようなイスラエルの人々に、またもう全てを失ってしまった、そのように感じているイスラエルの人々に向かって神様は、あなたは神の目にはとても価値のある存在なんだと、そのように神様ご自身が語っているわけです。このようにあって多くの人々が、あなたは無価値だという言葉を聞かされたり、または自分のことをそのように思い込んでいるのではないでしょうか。もちろん直接的にあなたは無価値だなんていう、そういう表現で言われるっていうわけでは必ずしもないかもしれない。でも社会や周囲の人の期待に応えられないときに、だん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 ですね、無視されたり声をかけられなくなったりする、そういったことの中で、ああ私は必要とされてないんだ、無価値なんだという、そういうメッセージを私たちは受け取るわけです。もしくは自分のことをそのように思い込んでしまっている、そういう人もたくさんいると思いますね。私は必要とされていない、価値のない存在なんだと、そのように思っているがために、自分の価値を確認するために何か間違った行動に出てしまう、間違った方法で自分が少しは役立ってる、少しは誰かに必要とされてるなんていうことを確認してしまう人もいるわけです。他人との比較で自分の価値を確認しようとすることもあります。あの人よりは私はちょっとはマシだとか、それで喜んでみたり、あの人より私はダメだからもう無価値なんだと思って落ち込んでみたり、もしくは自分のことを傷つける人がいます。それが肉体的な暴力であったり精神的な暴力であったり、でもそのような人に依存せざるを得なくて、自分を傷つける人なのにその人に依存することによって自分の価値を確認するしかない人たちもいて、苦しんでる人がいます。何か私たちに悪い行いをさせて、それこそ犯罪をさせて、その人を利用するような人がいます。でもそのようにして悪い行いにこう利用して、そして甘い言葉でですね、その人をつなぎ止めようとするような人がいます。そのことによって自分の価値を何かこう確認するような人もいるわけですね。そのような方法では一時的には自分の価値を認められたような気になるかもしれない。でもそれが本当に私たちの幸せに結びつくところの、そういうこう認められ方ではないわけですね。でも神様は、それこそしかしですよ、しかし神様は私たちを愛して、そしてあなたは私にとって高価で尊いのだと、そのように言ってくださっているわけです。このことに代わる揺るがない肯定するですね、認めてあげることですね、そのことはありません。そして神様が私のことを愛し肯定し認めてくださり受け入れてくださっているということがしっかり心にあるならば、誰が私を誤解しても、誰が私を否定しても、誰が私を認めなくても、神様は変わらずに、あなたは私にとって高価で尊いのだと言って愛してくださっていること、それが力となり支えとなるわけです。そのことが悩みや困難、不安のある人生においてどれだけ力となり支えとなるかということを、私たちでぜひですね、日々経験していきたいと思います。これが神様なんだと、誰が認めなくても
あなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているとおっしゃってくださる神様が私のことを愛し受け入れ認めていてくださる、これに勝る支えと力がないということをですね、経験しながらまたこの神様を述べ伝えてまいりたいと思います。神様は私たちのことを高価で尊いと、そのように価値を認めていてくださる方です。3番目に申し上げたいことは、あなたを神の栄光のために新しく作られる神様です。私たちのことを神様の栄光のために新しく作ってくださる神様です。7節を読みます。それは私の名で呼ばれるすべてのもの、私の栄光のために創造し形作り、私が作り上げたもの、神様に背き続け、その結果国を失ったイスラエルの人々がありますが、このイスラエルの人々をもう一度神様のものとし、そして高価で尊いものだと、そのように言ってくださる神様ですね。なんでそのようにおっしゃることができるのか、それは神様がイスラエルを作り変えることができるお方だからです。もともとイスラエルは神様の栄光を表すために選ばれた存在でした。ところがその期待に応えなかったわけです。しかしこのイスラエルをもう一度作り変えて、もう一度神様の栄光を表す存在としてくださるというんですね。先ほど説教の最初に今年の教会の年間聖句を読みました。今日のこのイザヤ書の1節から7節の中の7節ですね、この7節と、またコリントの第2の2章14節、神に感謝します、神はキリストにあっていつも私たちを勝利の行進に連ならせ、私たちを通して至るところにキリストを知る知識の香りを放ってくださいます。この御言葉ですね。まあ神の栄光を表すなんて言いますとですね、なんかちょっとこう華々しい感じも受ける表現ではありますけれども、先週もキリストの香りというのは私たちがですね、何かいい匂いになるってことじゃなくて、私たちを通してみっともないかもしれない、弱いかもしれない、相変わらずかもしれない、でもその私たちを通して神様がキリストの香りを放ってくださる。それと同じように神の栄光を表すというのは、私自身の栄光を私が輝かすのではない。キリストの香りを放つのも神様が放つんだと、主語は神様なんだと申し上げましたけれども、神様の栄光を表すのも私たちが表すんじゃなくて、私たちを通して、私たちは弱い存在です、私たちは小さい存在です、心貧しいものであり、悩みや課題との苦闘があり、傷つきやすく、現に傷がある、傷ついているゆえにうまくできない、そのような私たちを通して神様は栄光を表そうとしてくださっています。キリストの香りを放とうとしてくださっています。私たちが自らが罪人であるということを認めて、悔い改めて、心にイエス・キリストを救い主として受け入れて、そしてこのイエス様と共に人生を生きるということを始めるときに、私たちは作り変えられます。それまでの失敗や苦悩をただ引きずるのではなくて、私たちの弱さの中に神様の力を表してくださる、その神様によって作り変えられる人生を生きるようになっていくんですね。私たちがまずそのような人生を生きたいと思います。そして私たちを神の栄光のために新しく作り変えてくださる神がおられるんだと、そのような新しい人生と、人生の目的と人生の希望が与えられるんだということを述べ伝えていくお互いでありたいと思います。私たちを神の栄光のために新しく作り変えてくださる、そのことを願って期待して祈るときにですね、その恵みは今日から始まる。それは私たちが栄光に、私たちの栄光が表されるということでは必ずしもないかもしれない。むしろ私たちが誇って、
私たちがみんなから褒めたたえられる存在になるということではなくて、私たちを通して神様が褒めたたえられていく、そのことが私たちにとって最も幸いな人生なんだということをですね、今日は覚えたいと思います。お祈りをします。愛する天の神様、私たちを見捨てない神様がおられることを感謝します。私たちを見捨てずにあなたのものだと言ってください、高価で尊いと言ってくださり、またこのような私を通してあなたの栄光を表すとおっしゃってくださっていることを感謝します。さまざまなつまずきと痛みと困難に満ちた私たちの人生の中でありますが、あなたを見上げ、あなたにより頼み、あなたを信じて進んでまいりたいと思います。あなたのものとして喜びの日々を進ませてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。